Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear トワロト。ということで、改めましてどうも、タイチです。本日6月1日はですね、私が動画を投稿した記念日でして、2012年からスタートしたので、今日で丸8周年となりました。昨日皆さんにね、お伝えしたメッセージを読んでいくという動画です。何の面白みもないと思うんですが、てかその前にあれなんだよね、本当にコミュニティ機能もツイッターちょっとリプでね、ちょろっとあるって思ったのあったんだけど、コミュニティ機能はもう覗かないようにしていて、正直何件来てるかがわからない、不安です、はい。まあ、皆さんのこの動画が触れてる目に触れてるということは、きっとね、なんとか動画が成立したということで投稿してると思うんですけど、まあ、普通にね、本当に今初見で全部読んでいこうと思いますので、よろしくお願いします。それじゃあね、早速やっていこうと思います不安。去年まで例えばこういう企画をやってもですね、やっぱりそのなかなか集まらなくって、割とダメなんで、ね、できないような感じだったんで、一個いきますよ。何件、おおお754件コメント来てる。コミュニティありがとうございます。よかったよ。じゃあ、いや、ちょっとすごいな。正直100件、3桁あったらいいなと思ってたんですけど、ちょっとこれとか飲みながらで失礼しますね。いやー、そっか、ありがとうございます。じゃあもうたまたまね、たまたま今、自分のこの表示で一番上に載ってるやついきましょうか。わー、めっちゃ長く書いてくれてる。16時間前に書いてくれてゆらさんですね、ありがとうございます。ハイキさんを知ったのは3年前、父と姉が教えてくれて知りました。ご教科中学生範囲の動画は全て拝見させていただいたと思います。受験期は特にハイツさんと一緒に勉強する動画を流しながら勉強したり、入試前日は緊張して泣いていた時もハイツさんの応援動画に励まされたりと、本当にハイツさんなしでは受験を乗り越えられませんでした。おかげで志望していた高校に姉も私も合格できました。ハイツさんがいなかったら今の私はいないと思っています。本当に感謝の気持ちでいっぱいです。ちょっと待って、あれ、こういう感じなのかそして8周年おめでとうございます。どんどん有名になっていく愛知さんを見ていて、私もとても嬉しいです。これからもたくさん動画を拝見させていただきます。ありがとうございます。グッドハート、ありがとうございます。いや、嬉しいですね甘い、美味しい。これが朝ごはんです、今日。あ、現在今8時過ぎです、はい。息子、今日ね、長男、小1の長男がやっと登校なんですよ。入学式終わって、で早帰りなんで、あとですぐでまた学校まで歩いて迎え行かなきゃいけないんですけど、今送って見送って、で下のね、年少の弟くんを保育園に送って、で速攻でセブンイレブンでね、これ買ってきて、で今撮ってるわけなんですが、ありがとうございます。本当にちょっとバーってやって出たところにしようか。ここでゴム消しさん、おめでとうございます。中1の時数件を取ろうとしてハイチさんの授業を拝見させていただきました。このことがきっかけで今では苦手だった数学が一番の得意教科です。本当にありがとうございました。こちらこそありがとうございます。なあ、さあスクロールして、ここスクショゆきさん、8周年おめでとうございます。私は塾に行けなくて、授業でわからないところもそのままにしてしまっていました。ハイチさんの動画を見るようになってからは、学年末テストで過去最高得点を出すことができました。本当に助かっています。これからも活動を応援しています。ありがとうございます。じゃあここ、なんかすごいシンプルな、これなんて読むんだろう、ちょっと名前がわかんないや。読めなくてごめんなさい。英語の説明わかりやすすぎて盛り生えましたわ。盛り生えたか。ありがとう。草じゃないんだね。さすが盛りか。ありがとうございます。嬉しいね。グッドとハート、グッドとか押しててもね、動画に載ってない方もいると思うんですけど、全部読ませていただきます、後々。本当ありがとうございます。で、いくよ。レンレンさんが8年目、お疲れ様です。ハイさんの動画はとても分かりやすく頭に入ってきます。これからも頑張れ、ニコニコ。ではね、ありがとうございます
気持ちいいね、この疾走感が。ありがとうございます。あのたまたまおい、ちょっと待ってくれ、あったあったというか、みんみんさん、マジで愛してるよ竹内涼真熱愛報道出た。ちょいちょいツイキャスとかでちょっと話してるんですけど、ほんとね、ほんと竹内涼真さんがね、 YouTube 出てくれないかなって、あのね、うちの本当に出てほしい。ほんとここに横に並んで、お前ら見てこの違い分かる、顔の小ささやばくないかっていう話を本当に動画でしたい。竹内さん、竹内さん、本当にギャラ半も払えないですけど、本当お願いしますとか思ってるけどね。はい、ありがとうございます。この辺にしようか、いっぱいあるからね、この辺ここにしよう。マリナカさんかな、8周年おめでとうございます。愛知さんを知ったのは中1の時、理科でつまずいたことがきっかけでした。そしてたくさん動画を見て演出して落ちたかな定期テストで苦手な数学と理科が両方100点で200人中まさかの5位が取れて本当に嬉しかったです。今年の受験で憧れの第一志望に合格できたのも愛知さんのおかげです。高校生となった今も愛知さんの動画を見て希望の進路先に行けるように頑張ります。これからも全国の学生の皆さんの味方になってくださいね。ございます。ここからちょっとツイッターの方に移ろうかと思うんですけど、すごくね思ってることがあって、今回こうやってね、あのハイツさんのおかげでって皆さん言っていただくし、きっと今読めてない方とかコメントくれてないけど、そう思ってくださってる方もいると思うんですね。で、自分はあの常々思ってることなんですけど、本当に、お礼を言っていただけるのは非常に嬉しいんですが、何よりも例えば成績上がったとかね、授業中にあの手が挙げられるようになったとか、小学生結構もらうんだけどとか、まあ、志望校合格したとかもそうだね。何かの勉強が、ご努力して結果が出た方は、まず第一に自分自身を褒めてください。頑張ったのはみんなです。俺は確かにこう8年間、ね、自分が、納得できる授業動画をこう投稿してきて、そういう活動をしてきたけれど、それは選択肢の一つでしかないわけよ。そういうツールがあっても使うかどうかはみんな次第、そこで努力を継続できるかもみんな次第。だからぜひみんな自身がね、自分が頑張る、私すげえって、俺頑張ったぜっていうのを第一に強く思ってください。それは一番の願い。そこにちょっとした援助というか手助けができたのであれば、本当にね嬉しく思いますので、ありがとうございます。では、ツイッターの方でね、昨日タグをつけてくださいってお願いしたので、ちょっと検索していきましょう。そういえば全然関係ないんだけど、さっきね、鬼滅のさ、これあれ分かります、自分鬼滅の刃好きなんですけど、ウェハースがあってね、あのサブちゃんの方で一箱大人買いしたんですよ。でそれを開封動画撮ったんで、まあ、よかったらちょっと見てみてください、リンク貼っとくわ。でね、ねずこが出なかったっていうか、欲しかったねずこが出なくて、ちょっとまた買っちゃったのよ。ちょっと開けていいですかねずこちゃん、炭治郎だよ。でもね、持ってないんだこれ。これ機能回復訓練から行く時なのかな、裏が行ってきますになってるから。そうだよね、きっとね。もうちょっとこれの意味がなかったけど、あでもね、かぶってないから OK ですね。ずっこ、はい、まあこれも食べながら行きましょう。あ、太るとか思ったそこのあなたは分かってるよ。しかも朝食用のドーナツも買ったからね。いや今日は一緒って思って今日は一緒、結構頑張った。コロナ中ね 500g ぐらい太ったけど、でも筋トレすごいやってて、ちょっと頑張ったから許して。はい、ってことで行きましょう。何件あるかがわからないね。あ、どうだろう。あ、割とあるっぽい。あ、割と、あ、めっちゃあるわ。わ、ありがとうございます。しかも、あれだね、手書きで書いてくれてることがいいのか。あ、これ全部保存しよう、後で。中学1年生の終わり頃に精神的なものと病気で学校が怖くてたまらないものになりました。周りの先生も友達も何も信じられなくなりました。中学1年の3月にこのままじゃダメだと勉強に焦りを感じましたけれど、何から手をつけていいのか分からず、誰にも会いたくなくて学校に戻る行きたくありませんでした。いろいろと調べていたそんな時に林先生の動画に出会いました。授業が受けられない私にとって、基礎からしっかりと教えてくれる動画は本当に嬉しかったです。中学2年生から卒業まで別室教室に通うこともできましたけれど、おはいち投稿、これおはいちって、あのツイッターで自分よく朝にあのおはようみたいな、おはいち、自分おはよう、おはいちって言ったりするんだけど、おはいちとかおはようとかって言うのね。でリプを送ってくれた子に、できる限り朝はリプを返したくて、できる時間がねある時は返してるんだけど、そのおはいち投稿に受験のことを書くと、頑張ってねってリプ返していただきました。大好きな恩師からの一言で全てが晴れました。倍率だって県内で一番レベルで
高くて3倍以上で怖さばかりでしたけど、今までやってきたことを思い出すと自信を持てるようになりました。春から私は高校生です。行きたい高校に、おお、合格したんだ、すごい。今では楽しく友達と生活しています。中学の青春をすべて捨ててしまって後悔もたくさんあります。でもハイさんに出会って楽しい人生の道が開けました。本当にありがとうございます。いや、こちらこそありがとうございます。本当に、中3の頃のハイ先生ノート引っ張り出してきました。私がハイチ先生の生徒になったのは小学5年生の頃。すごい。当時通っていた英語教室の先生との相性があまり良くなくて、英語教室を辞めてしまいました。でも英語の勉強がしたいと思い、初めは母に教えてもらっていたのですが、家事なので、スレッドしたか。忙しい母の負担を減らそうと思い、YouTube で英語の授業を探したのがきっかけです。小学5年生の私でもスラスラと中学英語を学ぶことができました。中学生の時にはハイ先生の授業で数学26位から1位まで授業を上げることができました。すごっ。今の高校に入学できたのも、今こうして学校の授業についていけるのもハイ先生のおかげです。ハイ先生に出会ってメンタル面でも大きく成長することができました。先生の本も受験生の私にとってとても心の支えになっています。8周年おめでとうございます。これからもハイ先生の生徒の一人として胸が張れるように、胸が張れるように、努力し続けます。ずっと応援してます。すごい、これプリントアウトしてノートも書いてくれてるし、こうやってね、実際にいろんなね、励ましの言葉普段からいただいたりとか、コメント欄も結構見てるんでね、見させてもらってるんだけど、実際に頑張ったものノートとかをやっぱり見せてもらうのってすごく嬉しくて、たまにタイムラプスだよねとかでさ、こう早送りのやつを勉強頑張って自分の授業動画見ながら書いてるやつとかをさ、送ってくれる子とかもいるんだけど、すごくやっぱ嬉しいんだよね。こうやって使ってくれてるんだって、本当に届いてるんだって分かってるんだけどね、分かってるんだけど、でもやっぱり実物というか頑張ってるものを見させてもらうと、ああこうやってみんなは使ってくれてるんだって。自分の動画って教科書レベルなんで、正直それをさ、教えることってできる人ってたくさんあまたいるわけよ。だから本当みんな、例えば高校生のみんなが、中学校の勉強を授業動画撮ろうと思ったら撮れるんだよね。でも基礎的なものだからこそ、すごい自分の中では授業を組み立てるのにいっぱい厳選して組み立ててやってるから、結構大変なのね、授業動画撮るのって。だけどやっぱりそうやって妥協せずにやってきて、今でもさ、教え方とかいろいろ批判はあるけれど、でも自分の中では、もともと勉強が苦手な子、個別指導塾で働いた時のあの子たちをイメージして、偏差値が本当50いかなかったりとか、ね、学校の授業が全然受けれてなかったりとかする子たちが、この授業動画を見てちょっと頑張ろうと思ってもらえる動画、分かりやすいとか分かったっていうのは当然だと思ってる。それはもう当たり前のもので、そこプラスなんか動画見てたら頑張ろうって思うんだよねっていう動画をすごく目指していて、だからこそなんか分かりやすかったっていうのも、もちろんそれは自分の9大点っていうのかな、そう、絶対最低限の得点で、だからそういうコメントもらうと嬉しいんだけど、それプラスこうやって継続してやってもらってるっていうのは、その自分が目指してる映像授業ってなかなか一方通行って集中できなかったりとかさ、いろんな欲に負けちゃうっていういろんなデメリットがあるんだけれど、その部分を多少こう乗り越えて、みんなに届けることができてるのかなと思って、だからやっぱそういうのはやっぱ嬉しくなるね。本当にありがとうございます。待って、動画書いてくれてる子がいる。これ動画使っていいかな。パステックさん、あれパステックだっけな、パステックさん。食べながら目指してもらおう。喋ってると全然食べれないんだよね。美味しい。パステックさん、字綺麗。嬉しいな、ほんと。いやー、嬉しいっすね。あとじゃあ2つぐらいいきましょうか。次、クイナさん。ハイチさんは花尾さんの動画で初めて知りました。
ハイツさんの動画で一番好きなのはダラダラジオです。あ、嬉しい。自分が気になってて、でも他の人に聞きにくいなっていうようなことを話してくれる、教えてくれる、そんな存在だからです。大好きです。これからも応援しています。クイナさん、ありがとうございます。今までね、いろんな方とコラボさせていただきましたけど、やっぱ花尾さんは多分一番コラボ数が多いのかな。1年毎年1回ずつコラボさせてもらっているので、こう花尾さんの動画が来てくれると嬉しいね。あとこのダラダラジオをね、すごいこう好きでいてくれてるファンの方がいるのはすごく嬉しい。知らない人もいると思うんだよ。実は毎週日曜日の20時夜8時に投稿しているのがダラダラジオっていうラジオですね。自分が10分ぐらいもタラタラとテーマを決めて喋るだけの動画なんですけど、でも今昨日で320回これもだいぶ長いことやってるんだけどね。そう、でもなんか自分の中では一番素で自由にベラベラと喋れるところなので、割とこういろんなこと話してるんでね、もし気になるものがあったら聞いてみてください。ということで、これからもダラダラジオ含めて頑張ります。ありがとうございます。じゃあ最後一つですね、ちょっとごめんなさい、今結構わーってずっと読んでたらちょっと抑えられなくって今うるうるしちゃいましたけど、最後にですね、キャシーさんですかね、私の幼い頃に父が、起業してからずっと一緒に走ってきた母がもうすぐ老後、何か新しいことをと始めたのが英語。人生初めての英語学習に悪戦苦闘しながらも、この人の YouTube が分かりやすくて勉強楽しいのと嬉しそうに紹介してくれたのを覚えてる。母の代わりにありがとう、ということで、ありがとうございます。今読んでて紹介はできなかったんですけど、8年間やってると、当時、中学生、高校生もすぐ始めましたけど、例えば15歳と、ね、仮定したら、15歳だった子は23歳にもうなってるんですね。もう社会人なんです。当時はさ、中学校でやってても高校なかったから、当然使う必要がなくなるから見なくなりますよね。で、見なくなって、でこの前もかな、多分 CM 出た時ですね、 Google ので、あっって多分思ってくれて、一人連絡が来てたんだけど、もう22になりました、社会人になりました、当時お世話になりましたみたいな。当時登録者なんてさ1万人もいなかったから、当然ね、最初は。でその頃に見てたハイジさんがこうやって CM 出てるの見えてすごく嬉しかったです。いろいろ不安がね、社会人やっぱ不安なのでですけど、頑張りますみたいな書いてあったりしてさ、こう8年やってきたからこそ、みんなの成長というか、その人生のちょっとね、一部に慣れてるのかなって思うと、やっぱり教育ってそこに醍醐味があって、だからこの活動もそうだよね。だって中3で卒業させちゃったら普通は会えないんだけど、なかなか。でもこうやって、顔は知らないけど、みんなの分からないけれど、みんなの成長を文面とかそういったもので教えてもらうことができるからいいなって、俺がこの活動をあと何年できるかはもちろん分からないし、これから俺がどういう方向に向かっていくかも分からないけれども、ちょっと夢として実はあるのが、いつかみんながパパママになって、子供が大きくなった時に、実はパパとかママもこの人の動画で勉強してたんだよっていうのが、親子で会話のなんか一部になれたらいいなって思っててね。それには例えば23歳の子もさ、23歳今結婚して子供産んだとしても、小1になるまで6年間かかるし、小3からか、今小1から動画撮ればいいのか分かんないけど、でもあと10年以上はかかるからさ、俺ももうそうすると40後半もう50手前になっちゃうけど、その時にやってるかどうかは分からないけれど、でもなんかそれっていいなってちょっと思っててね。だからそこを目指すってわけではないんだけれど、長くみんなにね、こう使ってもらえる、そんなね、チャンネルというか授業動画をこれからもね、撮っていけるように頑張ります。はい、泣かないのに必死っすね本当にたくさんのメッセージありがとうございました。編集でどこまで切ってるかわからないんですが、ここまで長く見ていただいた方限定に最後ですね、ちょっとご報告があります。久しぶりにですね、ちょっとメッセージカードのプレゼント企画をやらせていただきます。で、一応今回8周年ということなので、本当は10とかにしてもよかったんですけど、8という数字にかけて8名の方にメッセージカード、短いメッセージカードと、ちょっとサインを入れたものをですね、皆さんのところに送らせていただきます。で、応募方法は、こちらのアドレスですね、アドレスの方にタイトル、
メッセージカードっていうタイトルを入れていただいて、住所と、名前があればいけるよね、きっとね。あとあれだ、書いてほしいメッセージ、うん、住所、名前、メッセージ、あと学年ちょっと教えてくれると嬉しいな。学年を、これで学生の方じゃなくてもいいです。はい、関係ないので、もし例えばお母さんとかお父さん自身が欲しいって方は全然 OK ですし、お母さんお父さんが自分の子供のために実はサプライズで欲しいっていうのでもちろん OK です。どんな方でも OK なので、住所、名前、書いてほしいメッセージで、お任せはやめてください。すいません、メッセージは指定でお願いします。この3点を書いていただいて、こちらに送っていただけたらと思います。でこちら締め切りがですね、ちょっと短く空いてします。ごめんなさい、気づいたのが遅かった方はね、本当申し訳ないんですが、6月2日明日の23時59分、つまり6月2日いっぱいまで、そこで、締め切って、そこからランダムに8名選ばせていただきます。おそらくですね、この動画最後まで見てる方ってなかなかいないと思うので、見ていただいたお礼というわけではないんですけれど、8名の方にメッセージカード送らせていただきますので、もしよかったら応募の方よろしくお願いします。でちょっとお願いが、せっかくねここまで見ていただいた方のなんかそのサプライズとしてちょっと言ったので、できればコメント欄に最後にあるよとかっていうのはちょっと内緒にしていただけると助かります。まあまあ書いてもらっても別にいいんですけど、はい、よろしくお願いします。で個人情報の取り扱いに関しては、この応募が皆さんにメッセージカードを送った時点でいただいたメールも全部削除しますし、こちらちゃんとね消せるように、なんか他に悪用したりってことはないしないんですけれど、もしその点不安な方は応募の方控えてください。こういう時代だからね、心配になる方もいらっしゃると思いますので、まあ、その点ご了承いただいた方のみでよろしくお願いします。ということでね、長くなりましたがここまでご視聴いただきありがとうございました。ケーキは約半分です。コーヒーはだいたい3口ぐらいです。そんなもんです。喋ってると本当に飲み食いできない一人だとね、はい、でもねここまで本当お付き合いいただきありがとうございました。9年目になります。まあでも特に変わることはないです。変わったのは皆さんのね、画面に映ってる人物が27歳だったのが35歳になっただけです。白髪も増えました。ちょっと太りました。老けました。まあいろいろ変わりましたけど、でもこれからもね、教育に3本目の柱をっていう、公教育っていう学校、塾とか家庭教師とか通信教育っていう、そのね今まであった違う外の教育で、もう一個は無料で勉強することができるっていう、そういうツールっていうのが自分は今の日本に必要だと思っているので、それを3本目の柱で、でその3本でみんなの教育ってものを支えられたら、日本より3本の方が支えやすいじゃん、いたっていうのはね。だからそれをこの日本に根付かせるっていう、その目標を達成するためにこれからもね、授業動画含めたまにふざけたりもしますけれどやっていきますので、よかったらこれからもね、応援していただけたら嬉しいです。ちょっとね着地点をうまく見つけられずにダラダラいきそうなので、この辺に強制的に終わりたいと思います。ということで9年目もよろしくお願いします。ここまでご視聴いただきありがとうございました。